桜県男性1971年3月31日台はアメリカ合衆国のアニメーターペンシルベニア州出身ネットフリックスアニメーション所属高校卒業後カルフォルニア芸術大学に入学1年生の時にノーネックジョーというキャラクターが登場する短編アニメシリーズを制作このシリーズは スパイクとマイクの病的でひねくれたアニメーション祭で取り上げられ世界中の人間が鑑賞した。その他在学中にウーパスガールズも制作。この作品における超人的な力を持つ3人の小さな女の子が登場するという設定は後に自身がカートゥーンネットワークで制作することとなるパワーアップフガールズの原点となった。1993年 トゥーストューピッドドッグス枠で前述のウーパスガールズを元にした作品パワーアップアフガールズが放送される。1998年から30分番組として放送されるようになるとアメリカの CN 最高視聴率を獲得するに至る人気番組となった。2000年からはコミックが DC コミックスから出版された。2005年3月をもってアニメ放送が終了し、 翌年3月にはコミックの連載も終了。2008年に旧シリーズとしては最後の作品、支配者は私が放送。マクラッケンがパーパフガールズシリーズの制作に携わったのはこの作品が最後であり、2014年に制作されたパーパフガールズダンスパンツにご用心。と2016年から放送されている新シリーズには携わっていない。 このか、2004年から、フォスターズホームを2009年まで制作している。2010年をもって退社。2012年からは、ディズニーテレビジョンアニメーションに所属。なんだかんだ、ワンダー、現代、ワンダー・オーバー・ヤンダーの制作に携わった。ネットフリックスアニメーションに所属してからは、なんだかんだ、ワンダー以来8年不利となる、オリジナル作品、キット・コズミックの制作に携わる。 太字は継続中の作品。2006年に一旦終了し2013年から再開されているが、2013年以降の作品の制作には携わっていない。ありがとうございます。